捧げよ捧げよ荒ぶりし邪神様に供物を捧げよ いやすがすがしいほど田舎だね。そうですね。コンビニとかもなさそうだし不便だろうな。ですね。まあそれはそれで、属性から離れられてリフレッシュ。で、何しに来たんですか？まだ任務だとしか聞いてないんですけど。あれ？説明してなかったっけ？さっさと詳細を教えてください。この道の先にとある集落があってね、そこではどうやら人が消えるらしいんだ。行方不明事件ですか？それだけならまだ僕らの管轄外だったんだけどね、調査に当たってた刑事も消息を絶った。それで今度は窓が派遣されたんだけど、そっちも同じく帰ってこなかったんだ。だから今度は俺たちで調査をするってことですか？調査するのは恵みだけだよ。は？僕は僕で別件があってさ、これからそっちに向かわなくちゃなんだよね。というわけだから集落の調査は恵みに任せたよ。なんかうまいことやっといて。いや、そうだとしてももう少し情報を。片付く頃にはイジチと迎えに来るから、じゃあねー。マジかよ、あの人。きな臭い案件だってのに、説明はあれだけって。もう少しなんかあるだろ、普通。地道に調べるしかないか。集落内を見て回ったが、怪しい点は見当たらなかった。場所の特性に由来する事件という線は切っていいな。ここまでは住人との遭遇を避けてきたが、探りを入れた方が早そうだ。あの男、見たところ堅気の人間だな。とりあえず話を聞いてみるか。すみません。おう。少しいいですか？ああ、もちろん。学生さんだよね。見ない顔だが、こんな年寄りばっかりの村に何か言うかい？思ったよりフレンドリーだな。もう少し排他的な反応を想像してたが。ああ、実は野鳥の観察が趣味で、フィールドワークに来たんです。さすがに苦しいか。そうかい、そうかい。そりゃあいい趣味だ。確かにこの辺りは自然豊かだしね。ええ、それで少し困ったことが。ここまでは親の車で送ってもらったんですが、仕事の都合で迎えに来られなくなってしまって、どこか泊まれる場所があればなと。そうかい、そうかい。それは大変だね。ああ、そうだ。何軒か先に民宿みたいなことをしている家があるから、そこを訪ねるといいよ。ありがとうございます。奥野さんって人の家だからね。何もない場所だけど、ゆっくりしておいき。他の人にも話を聞いてみるか。いたいた。あなた。君が宿を探している学生さんだろう。だったらうちに泊まっていくといい。確か奥野さんでしたか。そうだよ。さっき連絡があってね。じゃあお言葉に甘えて。
夜ご飯は私たちがうんと美味しいものを用意するからね。山菜は好きかい？まあそれなりに。そりゃよかった。採れたての山菜の天ぷらは最高よ。奥の山地に集まってみんなで食べましょうか。おお、ここにおったのか。うちで採れた新鮮な野菜食ってみんか。次から次へと。そんなに若いのが珍しいのか。いや待て、こいつら全員。まあなんだ、こんな場所で立ち話もなんだし、とりあえずうちへ来ないかい？もう少し野鳥を観察したいので、夜になったらお邪魔します、奥野さん。ああそうだった、じゃあ待っているからね。監視はついていない。油断しているのか、泳がされているのか。結局奥野という男の家でかなりの数の住人たちと顔を合わせたが、呪力を持った奴はいなかった。その観点だけで考えるのであれば、あの中に行方不明事件の元凶はいない。だが揃いも揃って気色悪いほど親切だった。何らかの裏がなければああはならないだろう。尻尾を出してくれればいいんだが。奥野、こんな時間にどこへ向かうつもりだ。おい、まだ儀式は先なはず。代わりの生贄が用意できた。それもお前より若い邪神様好みの男だ。無事に儀式を完遂できればお前の番は先送りになる。村の仲間を捧げるのは最後の手段にしたい。ありがとう、助かった。なあ、それなら縄をほどいてくれないか。そうしてやりたいところだが、儀式は明日だ。保険はかけておきたい。大丈夫なんだよな、その新しい生贄は。どうしてる？うちで寝ているよ。特に拘束はしてないが、おそらく逃げやしないだろう。この前捧げた奴らと同じだ。そもそも邪神様を調べるためにここへ来てる。そうか。安心しろ、うまくやる。邪神様に生贄、そう来たか。今の話からするに集落ぐるみでの犯行だな。たかが呪いに神なんて名前をつけてるのは、普段なら鼻で笑うとこだが、こうして近くにいるだけで不愉快になるほどの呪力。さすがにこれは笑えねえな。どう考えてもこれは俺一人でどうにかなる案件じゃない。おはよう。昨夜はよく眠れたかい？はい、おかげさまで。少し相談があるのですが。なんだい？もう少し野鳥の観察を続けたいと思って。今晩も泊めてもらえると助かります。そんなことか。
若者がいると村のみんなも喜ぶ。何日いてくれても構わないよ。ただあまり遠くへ行かないようにね。この辺りはほら道に迷いやすいから。気をつけます。それじゃあ。やっぱ監視はなし。俺の狙いに気づいた上で逃げるわけがないと決めつけてるんだな。儀式とやらは今晩、俺が逃げ出せば納屋に捕まってた男が殺される。おっすー、もう片付いた？まだです。あれ、まだ途中？一人で、しかも一日で何とかできる案件じゃなかったですよ。なんせ事件に関わってる人数が多すぎる。というと？あの集落の住民全員が呪霊とつるんで、俺だけでどうにかするのは無理です。それに呪霊の方もヤバいですよ。遠巻きに感じただけでもかなりの呪力で。知ってる？は？波の術師じゃどうしようもないのは事前の調査で分かってたよ。だからこそ恵み一人に任せたいんだよね。嫌がらせってことですか？違う違う、愛の無知さ。あのお堂には今とある呪霊が住み着いている。最初は何の変哲もない呪霊だったんだけど、運悪く集落の人間が遭遇してしまったんだ。さらに運の悪いことに、そのうちの一人が呪霊を見てしまってね。もともと素養があったのか、死の淵に立たされて見えるようになったのかはさておいて、生まれて初めて異形の怪物を目にしたそいつは、その呪霊を神だと認識し崇め奉った。最初は見境なく人間を襲おうとしてたらしいけど、一人食ったらおとなしくなったんだとさ。その経験を踏まえて、自分たちの安全のために呪霊を見てしまったそいつの温度で、定期的に生贄を捧げるようになったんだって。で、今では集落の住民全員からの畏怖を受け、多くの人間を食らったことで、ただの呪霊だったそれはいつの間にかとんでもない力をつけていたってわけさ。いやー、何も知らないくせに行動力だけはある人間って、とんでもなく面倒くさいことをしてくれるよね。そこまで分かってるなら最初に言えよとは言わないでおきますが。言ってるじゃん。まあ愛の無知ってのも本当だけど、恵みが一人でどこまでできるか見ておきたかったのもあるんだよね。現地調査も術師の立派な任務だし。で、そいつは本当に神になったんですか？まさか。呪いはどこまで行っても呪いだよ。とはいえ、強力な呪霊であることに変わりはないですよね。やっぱり五条先生が担当するべき。いや、恵みがやるんだ。最近恵みのレベルはめきめき上がってるし、これくらいの仕事はそろそろ挑戦していい頃だよ。何を根拠に言ってるんだ。できるよ、恵みなら。この僕が大丈夫だって言ってるんだから。やりますよ。ただ、やり方は考える必要がある。乗り込んで真正面から、じゃ、さすがに分が悪い。人間の畏怖が呪霊を育てているのなら、まずはそこを。やれやれ。ほんと真面目だよね、めぐみは。何ですか、
言いたいことがあるならはっきり言ってください。まずは集落の人間を呪霊から遠ざけて、少しずつ呪霊に向く衣服を削るとか考えてるんでしょう。図星みたいだね。実際効果的なやり方でしょ。だけどめんどくさいでしょ。生贄だとかキモい理由で人を呪霊に食わせる奴らだ。きっとただでは無力化できないよ。そうなると力ずくで黙らせることになるけど、彼らは非術師、さすがにボコボコにするわけにはねえ。確かに呪霊に加担しているとはいえ、集落の人間全員を制圧するの。けどあそこにいる呪霊は間違いなく格上、無策で挑むのはさすがに。ここでグレートティーチャー五条からワンポイントアドバイス。簡単で手っ取り早い作戦があります。一応聞いときます。それはさっさと生贄になっちゃうことさ。儀式は今夜だ。おとなしくしておけ。ったく、これのどこが作戦なんだよ。ただピンチになってるだけじゃねえか。なあ、あんた。ああ、こいつは俺が来なかったら生贄になってたやつだよな。俺が捕まってもまだ解放されてないのか。あんたもしかして呪術師ってやつか。なあ、そうなんだろ。お前、呪霊が見えるのか。邪神様のことか。俺は見えないが、実際人が死んでるんだ、信じてはいるよ。見えていない側か。全員が全員邪神様とやらが見えるわけじゃないんだな。どうして俺を術師だと思ったんだ。あんたは別に心得があるわけじゃないだろう。邪神様の情報をあんたらに伝えたのは俺なんだ。は？前にあんたと同じような奴らが来たことがあって、その時に聞いた。バケモンと戦う奴らがいるって。きっと俺の前に調査に来ていた窓のことだろう。五条先生がやたらと事情に詳しかったのは、この男の話が術師図でに報告されてたからか。だからあんたは助けに来てくれたんだろう。助けに？違うのか。こんな生活もうコリゴリなんだよ。外から来た人間が足りないときは村の誰かが生贄にされちまうんだ。それで次はあんたの番だったと。ああ、そうだ。邪神様は若い人間を好んで食うからな。だから俺の番が来る前に誰か何とかしてほしくて。集落を裏切って情報を流したんだな。ああ、本当助かったよ。俺が食われちまう前にあんたが来てくれてよかった。こうして捕まってるのもなんかの作戦なんだろう。どうかしたのか。別に。時間だ。捧げよ。捧げよ。我らをお守りくださる邪神様に供物を捧げよ。
何が邪神様だ。白装束を着てかがり火立てて、素人が雰囲気でそれっぽくしてるだけじゃねえか。だが、この銅の中に感じる呪力は、間違いなく本物だ。本当に、俺一人でやれるのか。そろそろ始まるみたいだ。伏黒君、本当に大丈夫でしょうか。順当に考えれば荷が重い仕事ですが。誰だと思ってんの。僕の生徒だよ。ですが。恵みならできる。というか、できてもらわないと困るよ。これくらいはね。マジかよ。外で感じていたよりも数段濃い呪力、儀式とやらでブーストされてんのか。どう見積もっても一級相当だろこれ。殺す気なのかよあの人は。無策で戦ってなんとかなる相手じゃねえ。今からでも逃げて体勢を。どころの騒ぎじゃない。少なく見積もっても数十人はあれに殺されてる。笑ってやがる。こいつはただ食うだけじゃなく、生贄をいたぶって楽しんできたんだ。それはさっさと生贄になっちゃうことさ。それのどこが作戦なんですか。回りくどいことをしないって決めるのも作戦でしょ。余計な思考を捨てて戦いに集中できていいじゃん。少なくとも僕ならそうするね。俺にできるかは置いといて、理屈は間違ってない。ここまで来てごちゃごちゃ考えても仕方ねえ。やってやる。来い、ヘビ野郎。くそ、このままじゃ勝てない。いつか必ず押し切られる。あれをやるしかねえ。集中しろ。あの時はできたんだ。大博打だ。付き合ってもらうぞ。領域展開、金剛をあえて。何だったんだ、さっきまでの騒ぎは。今までこんなことはなかったなのに。邪神様はもう払った。くだらない儀式とやらは終わりだ。顔を出したのはまずかったか。非術師に遅れを取ることはないが。ありがとう。は？みんなにも知らせないと。これでようやくあの化け物から解放されるわ。ありがとう。君がいなかったら今頃俺は。
本当にどうしようもなかったんだ。それがついに君という救世主が。あんたらを助けたわけじゃない。え？脅されていたとしても、あんたらが自分の命かわいさに生贄を捧げていたのは事実だろ。それは俺が助けたのは、これから殺されるかもしれなかった無実の誰かだ。はあ、勝ちはしたが、消耗が激しいな。伏黒君、よくぞご無事で。伊地知さん、すごい傷じゃないですか。家入さんに連絡しておきます。ありがとうございます。で、五条先生は？それなのですが、後部座席で寝てます。見てなかったのかよ。ん、終わった。ギリギリでしたよ。そうみたいだね。無駄に傷だらけだし。何ですか、ジロジロと。まあ今はこれくらいで及第点かな。もうちょいスマートにこなせるとなおいいよね。俺はあなたみたいにはできませんよ。恵みならできるさ。いつかはね。